島日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。勿来海岸にやってきました。こちらでは今、水難事故防止や防災教育について学ぶ海フェスが開かれています。大体1分間に100から120回の速さで行います。ペースとしては1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これを救急車が来るまで、もしくは除細動器が来るまでの間、永遠に私たちは続けます。海フェスはライフセービングの体験を通して海の楽しさや怖さについても知ってほしいと開かれました。ライフセービングの目的について教えていただけますか。そうですね、ライフセービングの目的はまず水辺の事故をゼロにするということを最大の目的としていて、救うというよりは守ることを主に行っています。今回このいわきで海フェスが開かれたきっかけを教えていただけますか。そうですね、マリンスポーツを通じて多くの方たちにやっぱいわきの海を知ってもらいたいという思いがあって、今まだ福島県にはライフセービングというのが根付いていないので、それをきっかけにこれから増やしていきたいなと思っています。参加者は海を楽しみながらライフセーバーの仕事に触れ、その仕事の重みを肌で感じ取っていました。今何してきたのかな。ボートに乗って、波に乗って遊んでました。どうだった海は。ちょっと冷たかったけど楽しかった。もっと入りたいです。新しく学んだこととかってありましたかね。水は楽しくもあり、危険も隣り合わせなので、そこら辺がちょっと子供が感じてもらえたらいいな。海とは、海に来ると人に出会えるので、人と人をつなぐ、あとは命をつないでいける場所なのかなって私は思ってるんですけど。海で思う存分楽しい時間を過ごすためには、自分たちの命を守る知識も必要です。そして皆さん、海ではルールやマナーをしっかり守って楽しみましょう。